時半を過ぎています。今警察が一斉に動き始めました。ゆっくりとデモ隊に向かっていきます。参加者を押さえつける警察官。昨日香港の中心部では容疑者の身柄を中国本土にも引き渡せるようにする条例の改正に反対して大規模なデモが行われました。およそ8時間にわたったデモには主催者の発表で103万人の市民が参加しました。デモは昨夜遅くに終わったものの、その後一部の参加者が暴徒化し、議会にあたる立法会の建物周辺では鉄柵をなぎ倒したり、道路に鉄柵を並べて座り込んだりして警察官との衝突が続きました。